爪取れたの。これさ、スカルプっていう地爪ではないつけてるやつなんですけど、取れるときさ、まあそんな軽やかには取れないんですよ。割とな衝撃がないとさ、こんなパンとはいかんねんけど、あの今日あのコンサート終わって終演後にいろいろ写真なりなんかいろんなご挨拶なりなんかいろいろした後に、やっと終わって着替えようって思って、やっと終わった着替えようって、うん、あの思って手見たらなくて一本、えっって思って、そこで気づいてそうだからさ、マジでアドレナリン出すぎてて、あの気づかん、ほんまにコンサートとか公演あるあるなんやけど、怪我とかしたりどっか切ったりとかなんかしても気づかないんですよね、マジで。爪はねちょっとバキって感じそうだからびっくりした。だから多分武道館のどこかしらにランのあの一本の爪が落ちてると思いますうん、どっかしらにあると思います。本番中に撮れたのか終わって撮れたのかは正直わかりません。びっくりした。そう、爪が一個なくなった。うん、もしかしたら分からん、じゃあ客席に飛んでるかもしらん久しぶりのリップグロスのイントロでチャンチャンチャンってこうやってやってる時にもう爪ポンって飛んでてるかもしらん、もしかしたらまあそれはないと思うけど、多分着替えてる時とかの気がする。着替えてる時ってさ早着替えやったりするから、手先めっちゃバタバタするから、そんな時かな、爪が長くなっちゃいました。でも3日目の終わりまで無事に持ってくれて、爪が良かったです。今日ランちゃんと同じ目の下のキラキラつけてみ、あ、そう、最近流行ってますよね、ランも今日つけた、見て、今日も昨日とほぼ一緒でパールのハートとクリスタル2つつけました。今日はくるちゃんに、くるちゃんにも全く同じ3つつけました。くるちゃんがねえくるみもつけてって言ってきたんで、いいよこっち来なーって言って同じでいいって言って、ランちゃんと同じでいいって言うから、うん、つけました。くるちゃんにも、くるちゃんがツイッターとかなんか上げてる写真見たら、多分よう見たら一緒やと思うラランララン、みんなサンリオちゃんたちありがとう、かわいい、ハラン、ハロー。今日は編み込みでツインにしました。もともとねこの辺までは編んでめちゃ編みにしてたんですけど、オープニングの衣装が結構この辺が空いてる系の衣装やったんで、なんか寂しいなって思ってあのツインに変えました誕生日おめでとう、ありがとう。ショールームのこの背景今日までやって、たぶんバイバイありがとう、可愛かったよバースデー背景で、あのインスタ2つ目あげたんで皆さん見てください、みんなフォローしてね、まだフォロワー少ないからみんな今がチャンスやでインスタあげたからみんな見てね、コメントしたよ、見たあの通知の切り方をだからやっと切った切るの忘れてて、通知ちょっととんでもなくなっちゃったんで通知は切りました。うん、はい、皆さん見てください。あ、そうそう、ツイッターは今インスタの10倍ぐらいおるけど、フォロワーインスタはまだめっちゃ少ないんで、フォロワーみんな今がチャンスやからフォローしてな、今見てる人全員フォローして、とりあえずお願い、インスタはランキー頑張るから、だってインスタのためでなんかカメラ買ってんから、すごいっしょ、本気やから、本気なんで本気なんで、ミラーレス、そう、それ
ひななさんに聞いた時にとりあえずミラーレス買っといたら間違いないって言ってくれたんで、ミラーレスってやつ買いました。こんばんは、こんばんは。うん、そう、インスタはマジで分からんで、今んとこの予定なんで始まったら知らんけど、今んとこはマジでインスタグラマーになるからマジでちゃんと写真の系統とかいろいろ揃えてやってるから、そうそうそう、だからインスタはそこそこ頑張る予定なんで、まだ始まったばっかりから頑張ってるかどうかはまだちょっと判別できないんですけど頑張ってる予定なんで、数ヶ月後も皆さんフォローしてください。いやマジストーリー大好き、ストーリーめっちゃあげちゃう、我慢してる、いっぱいいっぱいあげちゃうからストーリー、あ、タワー、ユーティデータさん、かわいい、シナモンタワー、シナモンタワーありがとう。今日青の服やからシナモンちゃう、めっちゃありがとうございます。インスタライブやる予定ある？え、ない、インスタライブはやる予定ないな、忘れてた、インスタライブっていう存在。インスタライブか、メンバーってやるの？あんまりやらんくない、インスタライブって。ちゃ、たまにしかやってる子見たことない。え、でもさ、インスタライブあれやんな、フィルターさつけたりできるやん、それちょっと楽しそうやから、ワンチャン。あ、でもさ、やる予定はないかな、別に。ショールームしてるから、生配信はショールームで間に合ってる、正直、個人的に、個人的にショールームで間に合ってるんですよね、生配信。そうそう、やし、ちょっとインスタはランはもうそんなにランの性格を全出しするつもりはないので、はい、もう見た目をいかにパッて、ランのこと知らん人とかがパッて見た時に、え、ちょっとこの子フォローしてみようかなって思ってもらえるような、ちょっと可愛いいい感じのインスタを目指してるんで、ちょっとそうですね、インスタライブとかしちゃったら「そうやな」とか言っちゃうかもしれんから、ちょっとやめとこうかな、ちょっとやめとこうかな。やし、インスタってさ、あれやん、インスタライブってさ、フォローしてる、なんていう、フォローしてる人のしかさ、まあ、見れるっちゃ見れるけどさ、ストーリーの上に出てくるからさ、あんまりあれそんなあれじゃない、すでにフォローしてくれてる人に向けてのやつじゃない、それはもうショールームでね、まあ、間に合ってます。しんな、ダモンタワー、まあいつかやりたい、いつかね、ダモンタワーありがとう。糸シナモン、10月の9日、イエーイ。このシナモンはノールックシナモン。マシやろ、ノールックにしては。シナモン、ありがとう。イエーイ。ありがとう、シナモンちゃん。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、こんばんは。え、てかちょっと聞いてよ、今回のね、武道館の楽屋がめっちゃ長い、めっちゃ細長い楽屋だったんですよ、もう全員そこみたいな。で、長机、6対2ぐらいの長対比の長机に2人と、まあ、はたまた3人席みたいな
のが何十席ドーンってあって、あの初日は席自由だったんですけど、自由になったらもうちょっとね、あの間が空いたりとかしてごちゃってなったんで、あの2日目からチームごとで席分かれたんですね。席あなランちゃんはここまでは決まってないけど、あのその机に AKB4 のシール貼ってあって、そこのシールに貼ってる内で自由に座ってみたいな感じにな変わったんですよ、2日目からね。だからあの初日はあのドラさんでちょっとパッと固まって座ってたんですけど、2日目はあのチームになったんで、あの K で座ってたら、まあ、ズンちゃんと一緒に座ってたんですね。ズンちゃんと横で、でそのズンちゃんとランが同じ卓に座ってて、でその横が前、その真横がハマさんとモモカさんが座ってたんですね。で並びがハマさん、モモカさん、ランズンちゃんやったんよ、横の4人で。で初め普通に喋ってたんですけど、途中でさ、えって、まあ、気づいちゃって、え待ってみたいな、これチーム K の関西勢やん、チーム関西やんってなって、前からさあのこの田口チーム K に関西メンバーが4人いるっていう話をしてて、でいつか4人この関西メンバーで MC とかできたらいいなみたいな言ってたんですね。でまあちょっと MC ではなかったんですけど、たまたま横4人関西メンバーいて、しかもずんちゃんが兵庫で、ランが大阪で、ももかさんが奈良で、浜さんが滋賀で、かぶってないねどこも。で待ってみたいな、めっちゃテンション上がって、であのめっちゃ喋った。でなんかあのなんかね、もう全員関西弁なんがなんかもはや新鮮でさ、めっちゃ楽しかったんですよね、その席っていう。うん、ララン、そうだからさ、いやマジでちょっと今ショールマン配信してこの4人の関西 MC みんなに届けたいなと思うぐらいみんなで楽しく喋りました。ボケまくり、マジボケまくりってか、普通にあのな、その昨日と今日とズンちゃんとずっと横で、結構メイク時間長かった。ズンちゃんもそのズンちゃんカメラ撮る人やから、あのズンちゃんともうランたちやばい、超優秀やで、あのエンジンの2時間前ぐらいに全部準備終わってんの。やばない？もういつもランギリギリになっちゃう人なんやけど、まあ、カメラもせっかく買ったし、写真がどうしても撮りたくて、ちゃんとゆっくりで、コンサート中なんかも写真なんか撮られへんからさ、ちょっとみんなバタバタしてるから、で終わってからもバタバタするから汗とかもかいちゃうし、始まる前に写真撮りたくて、でエンジンの2時間前ぐらいに終わって、もう1時間ぐらいずっと2人で写真撮り合いしてて、カメラで。そうだからカメラ撮ってもなおまだ時間あるみたいな、だから席座って2人で喋ったりしてたんですけど、やっぱね、まあ、なんかずんちゃんにも言ってんけど、あのなんかやっぱね、やっぱ関西人なんよ、ずんちゃんもゴリゴリの、もうノリがさ、なんかね、やっぱ他の子と違うねん。なんか何がって聞かれたらちょっとむずいねんけど、なんか結構なボケをあの引かずに、あの普通にスンって受け入れてボケで返してくるんですよね。そうだからもうあのテンポが気持ちよすぎて、そうなんかさ、あのなんかボケたりしたら一瞬さ、えみたいななってから、あーってなることの方が多かったりすんねんけど、ずんちゃんはほんまにあのもうねテンポいいの、もう会話しててめっちゃ気持ちいいんですよね。だから多分関西に全く関わりがない人は多分マジついていかれへんと思う、ランとズンちゃんの会話。そうでももうテンポ良すぎて、そうでもめっちゃ笑ってお腹痛すぎて、そう何で笑ってたやろずっと。えなんかもうなんかね、別に何かが面白いっていうか、もうあの会話がおもろすぎるね、もうあのえ待って、え待ってコントしてるってぐらいおもろすぎて、もうね、そうあのもうね本当にテンポがいいの、もトン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 って、あのもうボケツッコミがダダダーって進んでいくから、もう面白すぎて、もう久しぶりにさ、もう中学時代の塾で、あのじゃあの
以来にあのもう笑いすぎてお腹痛すぎて、でも楽しいから笑い続けたい、でもお腹笑ってお腹が痛すぎる、どうしようっていうこの状況を数年ぶりに感じてさ、でも途中でもうお腹痛すぎて笑いすぎてほんまにお腹痛くなって、でもねボケちゃうねん、お腹痛いのにこの状況おもろすぎてボケちゃうんですよね。めっちゃなんか途中で一回席立って、一回もうズンちゃん見たら笑っちゃうと思って、おもろいから、もう一回ズンちゃんと距離を置こうと思って、面白すぎるから一回楽屋の奥行って一人で体育座りして、あの心を落ち着かせて戻りました。じゃあそっちの方にさ、あの差し入れとかいっぱい置いているとこやったんですよ。で、あのだからずんちゃんは多分なんか差し入れ取りに行ったんやと思ってたらしくて、でランはただお腹が痛いから笑って呼吸を整えるために楽屋の奥まで行って、一人でこうやってしゃがんでってあの整えて戻ったら、なんかあのランが何も持ってないからさ、え差し入れ取りに行ったじゃないんって言われてさ、え違うお腹痛すぎるからって言ったら、またそれで面白くて笑うっていう、あの無限ループしてたそうでもそう楽しかった、めっちゃずんちゃんありがとうっていう、だからあのさっきツイッターじゃなくてあのインスタに上げた写真もずんちゃんに撮ってもらいました。昨日もさストーリーに上げてたやろ、ずんちゃんとの動画見た、みんなもう消えてるけどストーリーやから、めっちゃ楽しかったですそうで、あの浜さんも、浜さんチーム K になる、一緒になる前までマジで本当に喋ったこともなかったし、どっちかって言ったらちょっとラン怖くはないけど、なんかそんなにフラットに話しかけに行ける感じではなかったんですけど、チーム K になったから多分このランという人物をちゃんとっていうか、そこそこ知ってもらえたからか分からんけど、めっちゃ浜さんめっちゃ喋ってくれるようになってめっちゃおもろかった。浜さんもバカおもろいめっちゃおもろいの、もうねほんまおもろいっていうこんばんは、こんばんは。その顔がもう表情豊かすぎる、表情が本当に天才、おもろい、もうずっと笑ってた。そうそうで、あのはい、うん、そう、いや本当に MC をやりたい4人で、でももかさんはそれこの3人がボケ倒すから、ランズン浜さんがボケ倒すからツッコミをしてくれるっていうラランハラランかっこいい、ありがとうございます。あ、みんなツイッターの写真見た、あのチーム K の金髪4人で写真を撮りました。めっちゃいい写真じゃない見てない人はぜひ見てください。もぎさんとゆうなさんと浜さんと4人で写真撮ったんで、よかったら見てください。マジで3人で一生ボケてたから、もうなんかもうボケあのね、ランたちはボケてるつもりはないねん、多分ボケてるつもりがない、なんかもうあの普通に喋られへんねんね、普通に喋られへんの。うん、え、てか今回あのゆうなさんとめっちゃ仲良くなった、めっちゃかは分からんけど、正直まだめっちゃかは分からんけど結構仲良くなったっていう、でなんかその話をゆうなさんがメールに送ってくれたらしいっていうのを今日言ってた。うん、
なんか今回のコンサート、なんか基本の位置みたいなのがあったんですよ、立ち位置がね。でそれがゆうなさんとずっと横やって、3日間、だからリハもずっと横やしみたいな。だからゆずかとかも一緒やったね。であとはマチャリンさんとかハーダとかも一緒、割とずっと一緒だったんですけど、うん、ゆうなさんと一緒で、ゆうなさんはチーム K になって結構喋るようになったんですけど、今回のコンサートのリハと本番期間でより仲良くなりました。そう、今度日程っていうか、あーでもね、決めたか、遊ぶ約束した。そう、今日今日ね、てか今度マジでご飯行こうって結構マジな顔で言ってくれたんで、え、行きますよって言って、いつ行きますって言ってそう、仲良くなったよ。ローラン、ローラン、うん、まあまあ、まあまあ、ゆうなさんもめっちゃノリいい、ノリいいんですよね前にゆうなちゃんがランちゃんの勝手に LINE しようか、え、そう、え、なんかさ、ゆうなさんがランってなんか4部みたいなこのがあって、ランは先輩に呼び捨てされるのめっちゃめっちゃ大好きなんで、えしてく、え、全然呼び捨てしてくださいって食い気味で言っといたえ、嬉しい。先輩にさ不意に呼び捨てされたらさ、ドキッてするんです。ランってランちゃんまでがさ名前みたいな感じやん。だからさ、ランちゃん以外呼ばれることなかなかないんですよ。だからうん、ちょっとランって呼ばれたらちょっとおおっておおってなった。そう、え、でも割ともマブですよ、ゆうなさん。マー君ありがとう、お疲れ、頑張った、ありがとう。うん、金髪がすぐ見つけられた、よかった。え、でも今日結構、今日ってかね、3日間結構ラン全部は見つけきれてないと思うけど、ごめんねってなんだけどね。でも結構見つけたで、うちは、うちはとか。そう、でもペンライトは白とピンク見えたらとりあえず振っといた手。まあ5分の1でランのファンの人やから、まあ5人多分かぶってたんよね、ピンクと白のペンライトが。だからまあ5分の1で自分のファンの人ならまあ振ってて損ないだろうって思っていっぱい振っといたうん、ファンに呼ばれてもドキッとしちゃうかなって。ドキにはならんかも。ファンの人にランって呼ばれてドキッとはならんかなごめんね、正直なの、正直なんだけど、ドキにはなんない。新鮮ではあるけど新鮮ではあるんだけど、うん、でも今日ラン3階の人も見つけて手札で、絶対お互い認識したと思う。今ラン見つけた、あ、見つけてもらったって多分思ってくれたと思うな。多分3階の人、まあ、前の方やったかってのあんねんけど、3階の下手側で、3階でランってじゃあ見つけたよ。うん、3階あったっけ、あるある、アリーナ、あ、2階っていうかな、アリーナ1階2階、このまあまあ3階よ。他もいっぱい見たよ。え、でもなんかランもなんかさ、そういうさコンサートとかさ、コンサートってか、まあキャバは同じじゃないかもしらんけどさ、別にこうランも全然自分がステージに立つ側じゃなくて見る側でもいろんな見たことあるけど、見る側の時ってさ、絶対自分のこと見えへんやろなってさ思うと思うね。まあ、あ、分からん、今日いっちゃん上でいっちゃん後ろの人とかはちょっと納得できんかもしらんけど、って思うやん。だけど
マジみんな一回ステージ立ってみてほしい。まあ、18期ってなんか言いづらくない？18期、まあみんな受けられんけど、18期一回受けて受かって一回ステージ立ってみてほしい。ってぐらい、ステージから見たらマジで見えるねん。結構見えてるでっていうことは伝えたい。見えんのよ。自分、ランとか見えたらめっちゃ目いく。意外と本当にね、見えんのよ。これは、あ、マジね。これマジなの。見えるんよね。今日2階とかも全然見えたもん。ずっとさ、上手の、あっちの花道の方おったんですけど、うん、2階の人らとかも全然会話できるぐらい見て喋れるぐらいでしたよ。だから意外とね、めちゃ見えるよっていうのはお知らせしたい。さらっとさ、今ささらっと言ったけど、今日ね、18期のオーディション開催の発表があったんですよ。早ない？びっくりしたんけどな。え、なんかさ、まあそんなにはびっくりしてへんかったけど、にしても早って思った。早いよね。いや、17期ちゃんたちが泣いてて、ランたちはさ、ドラさんは、まあ8さんはちょっと一旦置いといて、木としてはさ、17期が次の後輩やったから、もう4年以上空いてたから、ちょっともうね、こう何、共感してあげることはちょっとなかなか難しかったんですけど、その気持ちはね。でも泣いてる理由はとってもわかるから、なんかそうだよねって思いながら、でもかける言葉も難しいなって思って、もう見てるだけになっちゃったんですけど、そう、まあランたちが異常に離れてたっていうのはあるんですけど、ドラさんから17期が離れすぎてるっていうのはあるんだけど、だからまあ逆に1個前が離れすぎてたからね。うん、まあみんながね、思ってることはまあ大体は分かってるつもりではいるから、まあね、いろんな気持ちあると思うけど、うんね、まあ、まだまだみんなも、だってまだ半年も経ってないからね、みんな前向いて頑張ってほしいなって思いますね。こんばんは、こんばんは。そう、なんかさ、受け直そうかなとか冗談で言ってた、今日ゆうなさんと。その発表の時もさ、そのさっき言ってた基本の位置やったから、発表の映像流れた時にゆうなさんと横やったんで、早っとか言って、ら受け直そうかなとか言ってました。多分まだギリ年齢大丈夫やからさ、応募の資格受け直そっかなーみたいな、もう一回やり直そっかなーみたいな思いましたけど、分からん。でも落ちるかもしらんからやめとく。一回卒業して受け直すっていうのはちょっとリスクがあるなと思ってやめますね。うん、武道館でランちゃん見た、ありがとう。まあでもね、もう今日から、今日発表で今日の20時からもう、うん、応募が始まってるみたいでね。みおさんも、みおさんも言ってたけど、もしかしたらね、今回武道館見に来てくれてた子が受けて受かるかもしんないしね。だからまあ、うん、まあぜひなんかね、熱い
なんか熱い気持ち思ってる子がとっても好きなので熱い気持ちを持ってる子が入ってきてくれたらランは嬉しいなーって勝手に思ってます。ねえ、でもびっくりだね、どんな子が入ってくるやら。小中学生、小はやばない？小は応募資格に入れんと思うよ。分からんけど、今回入ってなかったから。小学生はもうだってねえ、小学生よだったらさ、なんかねえ、もうなんか後輩とかいう目線じゃない多分。なんかもう赤ちゃん小学生来たらもう、なんかもう一緒にステージとか立ってもなんかもうえってなってびっくりしちゃうかもしれん。小6から対象だった。え、そうなの？あ、そっか、もう応募始まってるから詳細出てんのか。え、やば。え、年齢は12だけど中学校1年生の子からとかじゃなくて小6もありの？やばない？怖くない？でも小学生でさね、どうなんだろう、親とかが応募してとかいうパターンもあると思うけどさ、小学生で自分でね書類出してって、そんな小学生そんなことできるの？自分の人生かけて、すごくない？まあでもラム書類自分で書いたな、中二やけど。なあちゃん最初に AKB のステージだったの中二って。そうね、中二。いやなんかさ、最近とか17期がさ、割と年齢層高めやったやん、今までのこの加入した段階の年齢で見るとね。だから余計かもしらんけどさ、ね、びっくりしちゃう。小学生来たらもうね、笑っちゃうな、びっくりで。いやもうやばい、小学生で AKB 入んのはもうやばい。もうやばいそれは。ハロー、ハロー、まさこみゃさん、シナモンありがとう、かわいい。マリーアイさんもありがとう、ありがとうございます。ドラさんはね、ドラさんはでも上は上なんよ。ドラさんは上は上やから、そうね、平均値で言ったら加入した段階やったら16歳のドラさんの方が年齢層高かったもん、平均値って言うたね。2010年生まれはやばい。だって2010年生まれ入ってきたらランでさえ小学校かぶらんねんけど。怖いよね、もう本当に。ランちゃん何歳で入りたかったって。理想？でも若くして若く入るメリットもあるし、でもある程度大人になってから入るメリットもあるから、むずいなぁ、むずいけど
どうなんやろ、別に中2で入ったことに対して別に後悔はしてはないけど、うん、もう JKB 入ったこと後悔はしたことはないから今まで。うん、いやけどどうやろな。まあでも中学生は中学生やっててもよかったかなとは思うけど、まあでも中学生やからこそそういう経験できたっていうのもあるかもしれんから、まあ別に何歳でもいいかな。分からん、別にそんなに何歳、もっと何歳で入れればよかったとかはそんな思ったことない。正式な後輩はどれようになるのかなって、え、そんなことないでしょ。え、ドラフト生と何期生、何期生って別なん。え、そうなんですか。じゃあドラさんの先輩は、でもそういうことで言ったらドラさんの先輩はドラ2ドラ1だけっていうことになるで、それちゃうくない。それは関係ないよ、それは関係ないでしょ。うん、だからもうチームエイトさんにも後輩はいるし、加入組はね、で17期はもうちゃんと後輩だし、そんなそれは違うかな。ドラえもんはもうないんじゃない、分からんけど。ドラえもん。こんばんは、こんばんは、金髪かわいい、ありがとう、嬉しいよ。え、なんかね、え、これマジであの全然傷ついてとかじゃなくて、普通に普通にクスって笑っちゃった話やから、そういう気持ちで聞いてほしいねんけど、あの昨日やったかな、昨日かな、2日目かな、多分昨日やねんけど、昨日のあの理科は終わって帰りのバスで、隣がマナかラン、誰やっけ、クーちゃんとかかな、で座ってたんよ。で、あのなんか普通にあの感想いっぱいツイッターで見てたんですね。で、あのじゃあなんかつぶやきで、なんかあの小林えんこなんか、まあ小林らの金髪めっちゃ似合っまで見えたんですよ、文字が、あめっちゃ似合ってるみたいな、え嬉しいなみたいな、この人こうやって言ってくれて嬉しいなっていう気持ちでパッて見たら、似合ってなさすぎって書いてて、そっちかいと思って。一人でさ、あの後ろ触ってたんですけど、いや横多いね、さっき言ったメンバーまだ笑っちゃって、他にもメンバーいっぱい触っててんけどさ、自分で勝手にめっちゃ似合ってるやと思って見たらさ、最後までちゃんとみたいに似合ってなさすぎやって、俺そっちかやと思って、で横でさ、ちょっとなんかあの携帯触っててんけど、ちょっと面白すぎて、で押しない、めっちゃ、あそっちかいと思って、であの隣に「ちょっとこれ見て」って、いや似合ってるそっちかいって言って、言ったら笑ってた、こっちもこっちにも見せたら笑ってた。そう、一人でドデーってなりました。そう笑っちゃった、そう笑っちゃいましたね。で、あのでもその人らがフォローしてたんですよ。あ、フォローはしてるんやと思って、まだドテーってなりましたね。面白かった。頑張って似合うようにあのメイクなり頑張りますね、はい、その方。おもろかったマジで。今日隣の女性2人が髪色変えた面の話で、ランちゃん可愛い言うてた、そうですよねって言うた。え、言わんかった、え、嬉しい。うん、黒髪好きな人なのかな、あーそれはあるね、確かに、あーなるほどね、ちょっと意地悪言っちゃったみたいな、黒髪しかの人やったから、ちょっと意地悪言っちゃったみたいな、だからフォローしてんのかな、かわいい。かわいい。おしゃほせ抜き似合ってる、え、ほんと嬉しい。でもメイクさんがマジで、あのメイクさんがほんまに、あ、え、ほんとに似合ってるってめっちゃ言ってくれて、
なん初日と2日目は同じメイクさんで、今日は違うメイクさんにやってもらったんですけど、メイクさんがすごいもうめっちゃ「てかさ」みたいな「本当に似合ってるね」みたいな言ってきてくれて「みたいな「ほんまですか?」みたいな「もう自分で似合ってるか似合ってないか分からなくて」って言って言ったって「本当に色白いから本当に似合ってる」って言われて「本当ですか?」って「元気出た」って言いました。はい、嬉しい。うん、公演とかでもランちゃん女性に大人気。本当に。でもね、そうだ、そういえばショールームとかでは誰でも見れるとこであらん言うてなかったんですけど、金髪にしたこの理由メールではちゃんと詳しく書いたんですけど、まあ忍ぶ、まあ簡単に言うと忍ぶさんにどうって言われて、自分でもいつかやってみたいなと思ってたからこうやったんですけど、今回ね、うん、そうだから その時にさ、その忍さんにそのランちゃんはそのこうしなんかその髪とかも変えたりとかしてなんかスタイルとかもいいからみたいな、服とかももっとやったら女の子からも絶対人気出るみたいなの言ってくださってすごい嬉しかった。だから男女問わず、はい、どっちともに人気者になれるようにちょっと自分磨き頑張りたいなって思ってます。うん、ラランラランスタイルいいのかって、スタイルって言ったらちょっと太さとかの話を思っちゃったかもしれないけど、でも痩せたよ、ちなみにまだ痩せるけど。でもね、骨格はストレートやから腰の位置とかは高いのよ自分で言うけど、でもまあ上半身は骨格ストレートなんで割と華奢ではないんですけど、そうまあ多分劇場とか来てくれたらスタイル悪いとは思わないと思うよ。うん、まあ写真とか、まあ、ちょっと太っちゃってた時期とかの写真はまあそうスタイルいいとはお世辞にも言えないものとかあるけど、スタイルはね悪くはないって自分で思ってる。めっちゃいいかって聞かれたらそんなことないよ。めっちゃ AKB 一番スタイルいいですとかそんなことは全然言われへんけど、悪くはない、そこそこやなとは思う。手足は長いかな、まあ、首はちょっと短いんですけど、その代わりそうこれ悩みなんでしょうね、首短いのだからこの辺までチャック上げる衣装とかやったら死ぬんですよね。首合成したみたいなの顔。まあ悩むねらいですね。はい。でも今日だから毎日みゆさんの話してる気がするんだけどさ、みゆさんがなんか痩せたって言ってくれて、ねランさ、自分なんかランってね、人の体型変わったのとかマジで分かんないんですよ。なんかなんとかちゃんが何キロ痩せたみたいな言ってとか言われたら「おー確かに」ってなるんですけど、わかんないのね他人の本当に。だからさ嬉しくて、だから「あっ痩せた」って言って、そう嬉しかった、めっちゃ気づいてくれて。そうちょっとまあ毎日走った甲斐があったかなみたいな、まあでもまだ全然完璧じゃないからもうちょっとあれやけど、嬉しかった。
後悔は今回の武道館はみゆさんだけに言われた。いちさん顔細くなったね。え、わかる。それは思った。それはね、前誰かしらとも言ってたんですよね、その話。そう、顔細くなったっていう話してた。首周りの筋肉ほぐしたりみたいな。なるほどね。でもさ、あの首をさ伸ばすことはできんけどさ、ここを下げることはできるっていうよね。 ここをこう下げて首は長くはなってないねんけど、長くなったように見せることはできんことはないみたいな、前調べた時には出てきた。みかこお疲れ様、ありがとう。ありがとう、楽しかった、めっちゃ。あのメールは、あのツイッターはさ、もうなんか簡潔にしかあげへんから、あのね、そメールほど時間がかからんからさ、うん、あのすぐあげるんですけど、メールはさ、もうさ、この曲はこうどうたらかーたるでみたいなで、リハでこういうことがあってみたいな、いっぱい書きたいことが出てきちゃうからさ、もう時間間に合わんの。だから、でも明日も2回公演やから、ちょっと明日送るってちょっと言い切られへんかったから、また送るっていう書き方しちゃったんですけど、近いうちにあの3日間のあの、ま、解説集送るはずなので、ぜひメール取ってくれてる人は待っといてください。写真もいっぱい撮ったからいっぱい送るね。ナルタの生放送でハッシュ飛ばして兄ちゃんやったとしてもランちゃん選ぶって言ってたよ。選んと誰選ぶって言ってた。監視。うん、なるたおチャンネル。そうしたね、2回公演なの、やばいよね。うん、明日2回公演なんです、私で。その次の日は波動。波動、びっくり。うん、はい、明日は2回公演です、僕の太陽公演。ちょっと今日なる確認するべき。でも寝たいな。寝たいな。オープニングぐらいだけちょっと V 見とこうかな。そう、でも明日ね、明日は友達がいっぱいいるはずなんで、わかんない、メンバー完璧に覚えてないけど、うん、チーム K いっぱいいたんで、まあ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 楽しんでみんなでやりたいと思います。え、でもさ、この紙にした初めての公演やからさ、ちょっと緊張する。今回コンサートやったからさ、ステージがキャパが大きかったじゃん、ホール場所がね、劇場とかと比べると。だからさ、みんな割と透明から見てたと思うし、あの配信も VR やったじゃないですか。だからさ、あのなんかそんな、なんていう、顔がアップとかにはならんかったやん今日。まあ、白のスクリーンとかには出てたと思うけど、抜かれた時とか、ちょっとオンデマ、オンデマで映るんかちょっとわからん。オンデマ映りがいいか悪いかちょっとわからんな。だからちょっと、まあでも、もうこの3日間でもう本当にいろんな人が似合ってるよ、似合ってるよ、可愛いよっていっぱい言ってくれたんで、あのちょっとその言葉信じて自信持って明日はあのやりたいと思います。そう、しかも明日からフルキャパに戻るんですよね、250人。緊張する、それも緊張する。絶対近すぎん、近いよな、どう考えても。だって今日まで武道館でさ、最善の人でもさ、立ち見ぐらい、いつもの人の立ち見ぐらいの距離あったんやからさ、ちょっと近くてって緊張しそう。え、近っみたいな。血管とかまで見えそうで怖いですね。走って飛ばしてランちゃんと17期のみゆちゃん
とって言ってた気がする。あ、そうなの？え、そうなんですか？うん？うん？とか言って、うん、そうなんですか？コンサートあっという間でした。楽しかったよね。ランもマジあっという間やった。うん、コンサート2時間ってめっちゃあっという間やったな、本当に。明日髪何しようかな。まださ、このさ金髪ヘアでさ髪の毛をさ、この武道館の3日間しかやってないから、どれが一番似合うんかね、まだ分かってないんですよね。だから今全部お試し状態なんです。初回、今全部初回お試ししてるから髪うん、ちょっと分からん、どれが似合うってどれが似合わんかって。メイクもまだあのどれがベストなのかを、この髪色のベストはまだちょっと研究中なんで、そうですね、明日は研究途中のビジュアルなんですけど、うん、高めのポニー、あ、そう、今日ほんまポニーしたいなって、ポニーの予定だったんですけど、あの、まあ、シンプルにポニーやってる子多いっていう、多かったっていうのと、あとさ、さっきも言ったんですけど、今日オープニングの衣装がさ結構この辺がバッと開いてたから、すごい肌が出てたんで、ポニーしちゃうとさ、ここに髪の毛がなくなっちゃうから、すごいなんか寂しく感じちゃって、だからポニーは今日はやめたんですけど、ハーフアップかな。あ、かわいい、ハーフアップかわいい。え、やりたい、ハーフアップ。ちょっとワンチャン採用する、採用分かんない、でもハーフアップっていろんなハーフアップあるからちょっと認識違うかもしれんけど、てかさ、青なん、やっぱブルベやから、青とか似合うかもしれん。あら、結局さ、ブルベイエベみたいなやつさ、自分では診断しに行ってないから、でも人にはだいたい9割ブルベって言われるから、じゃあブルベやなっていつも言ってたんですけど、あのこれさ、結構さ、この金髪さ白系やんか、黄色っぽくないでしょ、黄色やったらちょっとさ暖色やから白っぽい。だからそう、これこの色のあれも忍さんに白っぽい感じがいいかなみたいなって言われたんで、黄色が強い金髪じゃなくて、こう結構透明感あるような白い方がいいと思うって言われたんで、結構でも再現できたと思うんですけど、美容師さんありがとうそうだからそれで、そのメイクさんになんか選んで、結局ブルベかしイエベか どっちなんですかねしたら、いやブルベでしょって、ブルベだよランちゃんはって言われたんで、ブルベです、ブルベでしたブルベでした私。なんで多分、あ、こういう色は似合うと思うブルーベース、肌がブルーベース、イエローベースかブルーベースかみたいな。あ、57分台早い、ありがとう、ありがとうございました、うん、ではランキングを読みたいと思います。うん、13位右京さん、ありがとうございます。12位タンクトップさん、ありがとうございます。11位翔平さん、ありがとうございます。10位よしゆきさん、ありがとうございます。8位じゃない、9位なーにかみよしさん、ありがとうございます。あ、今日なーにゃさん会いましたよ。なんかあーってなったんですけど、写真撮らねえかった8位さとちゃん、ありがとうございます。7位まさこべさん、ありがとうございます。6位 TL トロさん、
ありがとうございます。5位エデンさん、ありがとうございます。4位青森ブルーさん、ありがとうございます。3位マー君、ありがとうございます。2位バディガイさん、ありがとうございます。1位ユーティゼータさんです。ありがとう、ありがとうございました。ラッキーラチューン、はい、38位の雨のピアニストさん、雨のピアニスト、ありがとうございます。ということで、3078人ありがとうございました。ということで武道館コンサート3日間本当にありがとうございました。もう本当に楽しくてあっという間で、はい、もうまた武道館絶対立ちたいなと思いました。来てくれたり、VR 見てくれたりしてくださってね、本当ありがとうございました。とっても楽しかったです。はい、明日は僕の太陽公演2階公演です体力はそこそこあるので頑張ります。はい、ではみんなインスタフォローしてください。インスタ始めたばっかでまだフォロワー少ないので、みんな子さんになってねインスタの子さんになってね、みんな。じゃあバイバイ、ありがとうございました。おやすみ。